こんにちは。つまみ細工の簡単な作り方をご紹介します。今回は百合の花を作ります。作成時間の目安は15分です。それでは材料です。 3.5cm 角のちりめんなどの布を6枚、今回はクリーム色を使います。 3cm 角の布2枚、今回は緑色を使います。土台のための直径 2.5cm 程度の厚紙、それを覆う円形に切り出した布、花芯ペッツを4本、木工用ボンドを用意します。それでは作り方です。布をボンドを使い、対角線で折り接着します。これを同様に全部で8枚作ります。次に半分に折り、4枚重ねの三角になるように接着します。さらにもう一度半分に折り接着します。これを同様に全部で8枚作ります。土台を作ります。厚紙にボンドを塗り、布に接着します。布に切り込みを入れ、ボンドを塗り、厚紙をくるむように接着します。花びらを反対に裏返します。これを同様に全部で8枚作ります。花の合わせ目をカットします。Thank you.
材にボンドをつけ、先に葉っぱになる部分を2枚つけます。ボンドをつけ、花びらのバランスを考え接着していきます。花芯ペックを半分に折り、ハサミで短く切ります。花の中央のくぼみにボンドを乗ります。花びらの接着と、これから取り付けるペックの高さ調整のためです。花芯ペックを中央のくぼみにバランスを考え接着します。完成です。